グラスネビンセメタリーはアイルランドの首都ダブリンにある墓地。イギリス支配下で差別を受け、埋葬の地を持てなかったカトリックの権利のために、ダニエル・オコンネルが働きかけ1832年に実現した宗派を問わない墓地である。ダニエル・オコンネルの墓に立つ、エント藤エーモンデ・バレラの墓妻のシネイドと息子のブライアンと共に眠る第一次世界大戦における、 アイルランド人戦死者の記念碑、疑兵として、イギリス軍アイルランド人部隊で戦った兵士の名が刻まれているグラスネービンセメタリーには、近現代のアイルランドを代表する人々の墓が設けられてきた。19世紀に活躍したチャールズ・スチュワート・パーネルや、ダニエル・オコンネル、その1世紀後にアイルランド独立を達成したマイケル・コリンズや、エーモンデ・バレラなど、 アイルランド独立運動の活動家が多数埋葬されていることで知られている。墓地では200年間のアイルランドにおける破壊史の変遷をたどることができる。1860年代にはシンプルな立尺のみであった破壊士はケルト式十字架へと変化し、20世紀後半にはイタリア様の大理石を用いた破壊士へと落ち着いている。現在墓地には多くの観光客が訪れるようになった。 歴史的人物の墓をモデるだけが目的ではなく、成長を遂げたダブリンの中で独特な憂鬱さを帯びたグラスネビンを散策するのを楽しむ人が多い。ありがとうございます。